総理、何者かが海底にいる可能性があります。何者って、なんだ。あれは化け物。いきなり島が盛り上がって巨大な岩のようで生きてた。いかにしたらゴジラの生命を絶つことができるか、その対策を伺いたいんです。それは無理です。水爆の洗礼を受けながらなおかつ生命を保っているゴジラを何をもって抹殺しようというのですか。今のうちに叩くべきです。